こんにちは、タツです。今日は、正しいオイルの付け方について、説明したいと思います。意外にオイルの付け方についてはお客様とか、見てくれてる人でも間違ってることが結構多いので、今日はその正しいオイルの付けるタイミングと付け方について説明したいと思います。じゃあよろしくお願いします。まず最初にオイルをつける前にしっかりと全体をコーミングします。でこのコーミングをしないで始めると毛が絡まってダメージにつながるので、しっかり全体を1回コーミングしてあげてから始めてください。コーミングすることによって乾くのもすごい早くなるので、コームをすることはすごい大事なんで絶対忘れないようによろしくお願いします。はい、で乾かしていきます。乾かすときに最初根元を中心に乾かしてください。根元を中心に乾かさないと乾くのが遅くなっちゃうので、根元を最初中心に乾かしていってください。大体このくらい乾いたら OK です。根元が乾いて毛先はちょっと濡れてる状態、このくらいがベストです。なんでちょっと濡れてる状態でつけるかというと、髪の毛は、濡れてる状態でキューティクル開いて、乾くとキューティクルが閉じちゃうので、完全に乾いちゃうとオイルが入らなくなっちゃうので、ちょっと濡れてる状態でオイルをつけてあげると、乾かした時にキューティクルが締まって、髪の内部にトリートメントが入っていくので、ちょっと濡れてる状態でオイルをつけてあげましょう。毛先を中心につけます。毛先の3分の2ぐらいですねを中心につけて、毛先に向かって、でちょっと余ったやつで上の方までつけてあげる。あんま根元の方をつけすぎちゃうとベタついて重くなっちゃうので、そこを気をつけてください。でまた乾かしていきます。乾いたら最後に冷風を当ててあげて、最後にこう手櫛を整えてあげるとかなりツヤが出ます。この最後に冷風を当てるっていうのがすごいポイントですね。髪の毛がすごい締まるので、こうやってポイントを押さえて乾かすだけで、ハンドブローだけでもこんだけ綺麗に乾かすことができます。これがオイルのつけ方のポイントですね。正しいオイルのつけ方をマスターするだけですごい髪のコンディションも良くなるし、カラーの持ちとかもすごく良くなるので、ぜひ試してみてください。サラサラになりました。ありがとうございます。